勝利の女神がリングサイドで見せます。1ラウンドノックアウト勝利、そう約束をしてリングに上がりました。若きヨーロッパ三冠王か、それとも故郷凱旋ファーストフラッシュ、正真正銘の主役へ向けて久村正史か。さあ佐藤さん、久村の気持ちですか。相当強いものがあるはずです。まあ気合入ってるでしょうね。ええ、相手はアルカディ選手 も, あのでも難敵ですからね。そうですね、はい、まだ21歳、イラクはバグダッドからやってきました、イスマイル・アルカディ、久村正史、今年の締めくくりです。攻撃型というアルカディです。左当てた、先ほどは兄が負ける姿がありました。ここ大阪です。久村正史の26戦目です。ここは大阪ホームグランド。いやアルカディ相当積極的に平子さん来ますね、でも久村選手ちょっと見えてるよっていう表情ですね、はい、余裕感じますかね、アルカディは結構短期決戦を狙ってるかもしれない。短期勝負ですか、はい、お互いそう決着か、うん、1ラウンドでノックアウト。さあ脳が揺れたか、アルカディ、さあ来た、バックスピック、久村が前に出る、左へサークリング、アルカディ、いやよう倒れですね、クリーンヒットしてます。そうですよね、2度もらっているはずです。プロ8戦目がイスマイル・アルカディです。まだあと1分半以上あります。久村正史です。ファーストフラッシュ、電撃走るか、ここエディオンアリーナ、故郷での一戦、久村正史、来年のタイトルダッシュつなげる勝ち方をする。左サイフ飛びた、右のハイ、これダメージは佐藤さん、アルカディいかがですか。いやありますよダメージ、はい、ただ多分今までそこまであの KO 負けとかあんまりないんじゃないですかね、だから結構打たれ強さもまだありますね、7戦5勝2敗というアルカディ、ただこのぐらいの力の入り方でラウンド進むと結構スタミナきついと思いますよ。あそうですか、ちょっと硬いですね動きが。ジャパニーが左フック、いや平子さん、この辺りいつものクムラのスピードですね、相手の攻撃も紙一重の部分でね避けて、はい、そして自分を的確に当てるというやっぱ技術力ありますね、インファイト、右のロー、ここでローうまい、右ストレート、さまざまな引き出しを使ってくる。リングサイドからマサちゃん頑張れという声、勝利の女神の声、右のハイ、さああと30秒切ります。左ボディ、左フック、このままいけたかな、目が効いた、さあダメージあるはず、下がる、アルカディ取りに行った、まとめたい、久村、あと15秒、しかし挑戦、いやアルカディも来ます、無理、下から崩れ落ちた、いやすごい、レバーに入ったか、なんとか立ったアルカディ、ここで第1ラウンド終了のゴングです。久村一つダウンを奪い取った第1ラウンドでした。さあ平子さん、はい、最初の3分間ですが全体的な印象いかがでしたか。いやでもやっぱり根性ありますけども、根性と打たれ強さだけではどうにでもならない部分に打ち込み始めましたね、はいはい、やっぱり次のラウンドまで残るもんですかね、こういうボディのダメージは。そうですね、やっぱ残りますね、試合終わってからも残ると思います。左のボディが左フックでダウンを一度奪いました。いやボディでのダメージは佐藤さん相当アルカディあるはずですよね、はい、あの1回目の効かされたボディでもう立ってるのがやっとの状態だと思うんですよね、結構我慢してたんですけど膝から一度崩れ落ちました。 K1 ネクストは俺である、やっぱり久村は強いと思わせる一戦にしたいと久村正史は話します。さあ第2ラウンドの3分間です。左のボディから入っていった久村、下がるアルカディ、おーっと危ない、両フック振り回してくるアルカディです、もらいたくありません、おーっと危ない、ちょっと久村の足も止まった、当たってますかね、
久村の足が止まった。さあ両者を打ち合い、インファイトに行く、振り合います。久村のダメージはどうか。右フックから左、久村ここは冷静に対処したいところです。平子さん、ここは久村我慢ですかね。ねえ、怖かったですよね、後ろ足がふらつきました。相当大きく打ってくるのはアルカディの両フックです。もう捨て身のパンチなんで、もう思いっきりがいいんですよ、だからもう思いっきりがいい分迷いがないんで、もらうと怖いですね、はい、右を刺した、左のボディ、久村はしっかり今ようやく見るようになりましたね、はい、リズム取り戻しましたかね。なんと左フックもらいたくはありません。その分隙がねできるわけですもんね、右入れる、右のハイアルカディ、ロープ際レボディ、イストレート、取れた、ハンドルを取った。この試合2度目のラウンドです、アルカディです。さあ行きたい久村、まとめ上げたい、ノックアウト勝利、それを宣言しています。久村さん勝ちました。久村は第2ラウンドノックアウト勝利、2022年の久村は私の総決算、第2ラウンドでアルカディをリングに進めました。勝利の女神との約束、それは見事故郷大阪で叶えてみせました。第2ラウンド1分46秒ノックアウト勝利、久村正史、右ストレート、もう最後は平子さん、アルカディ立っていられないという状況までやってきましたね、でも根性ありましたね、もう頭では倒れないよっていうね、はい、最後は左ボディ、まあ、相当佐藤さんダメージあったわけですね、はい、もうあれだけダメージが積み重なっていたらもうしょうがないですよね、触れただけで倒れる状態、はい、だからそこまで逆を言えばそこまで我慢したってことなんですね、もっと早く倒れていてもおかしくなかったわけですね、はいはい、一度流れはアルカディに行きかけた第2ラウンドですが、それをうまく対処しました。そしてまた自分のペースに持ってきたという久村正史です。26勝目、勝って21勝目を挙げた久村正史です。さあ再び金子の元へ向かっていきたいという久村正史、まあ、佐藤さん、久村もね、今年は届きそうで届かなかったベルト、悔しい1年だったと思いますからね。そうですね、まあ、でもプライベートでいいことあったから、まあ、来年に向けて、より調子が上向くんちゃいますか ね。約束通り、あの勝利の女神とのノックアウト勝利の約束を果たしたという久村正史です。まあ、平子さん、今日はね、夜どんなご褒美が彼女から待っているのか楽しみです ね。やっぱりマジでめちゃいいっすね。ね、楽しみだな。美味しいご飯食べてほしいですね。佐藤さん、めちゃくちゃ嬉しそうですね。いや、はい、羨ましそうですね。それでは声を聞きましょう。久村正史です。まず今日は応援ありがとうございました。地元の大阪の皆さん、久しぶりです。今日大阪で3年ぶりかぐらい試合して K1 は初めて、K1 大阪出させてもらったんですけど、まあ、KO で勝つことができてよかったです。9月負けてしまって、でタイトル遠のいたと思うんですけど、まあ次、金子選手次の試合で出てくると思うんですけど、まあ、敵なんですけど、今日は勝ってもらって3月ケーズフェスタでタイトルマッチよろしくお願いします。もちろんコンペット選手が、まあ、権利あるのは分かってるんですけど、まあ、僕は金子選手やり返さないといけないんで、もう3月やり返してそのまま次タイトルマッチでもう1回リベンジするんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
チャンピオン金子への宣戦布告でした。選手対象久村正史、女神の前での勝ち名乗りでした。2人の故郷大阪で勝利のプレゼントをしたという一戦になりました。2023年へと向かっていく久村正史です。ブロックごとの規制対象を実施させていただきます。スタッフの指示に従っていただいてのご感謝いただきますので、ご了承ください。いや、平子さん、かっこいいですね。有言実行、かっこいいですよ。男ですよ。いいな、羨ましいな。佐藤義弘さん、本当に羨ましそうに見てらっしゃいます。いい光景です ね、まあ、でもこの久村選手のこの顔なら仕方ねえかなと思いますよ。イケメンですもんね。こんなイケメンならね、そして勝ちました。許すって感じだね。皆さんが祝福してますね。お似合いですよね。さあ、来年はどんな姿を見せてくれるか。男久村正史、2022年勝利で締めくくっています。